誰でもわかる3分リスクマネジメント、えー。事務局長相馬でございます。よろしくお願いいたします。ここではですね、えー、リスクマネジメントに関しての言葉の定義なんかを、まあ、簡単にですね、えー、解説をさせていただいて3分で、えー、ご説明しようというお話でございます。まず今日はですね、えー、リスクという言葉の定義について簡単にご説明。 させていいただこうと思います、えー、リスクはですね、えー、言葉の定義自体は学者先生によってかなりいろいろな使われ方もしますし、えー、業界によってですね、えー、リスク、まあ、危険とかですね危機危機はまあクライシスですねと、えー、いう形で、えー、捉え方のニュアンスがかなり違うんだと思いますが、まあ、そんな中で r m c も長年ですねどういった定義の言葉遣いをしたらいいかということを、えー 部会なんかで研究してきておりましたけれども、えー、現在はですね、えー、国際規格であります ISO31000 という、えー、ガイドラインにのっとってですねそちらの定義を、えー、まあ一般的には使わせていただくということで講座やセミナーなんかでは、えー、そちらの方を利用させていただいているということになりますまあリスクという言葉の語源自体はですねイタリア語だったりラテン語だったりしてまあ いわゆるその目的地に向かうための能動な活動ということで、えー、船でですね、航海に出るというようなことをリスクっていう言い方をしてたりとかですね、まあ岩山の間を船が航海すると、航海するというような形の言葉遣いだったというようなことが言われておりますけれども、まあ、決してあのマイナスな、えーえー、言葉だけではないということが元々の語源なんだということですね。それから、えー、 ISO31000 における定義に関して言うと、えー、日本語としては目的に対する不確かさの影響、えー、もう一度言います。目的に対する不確かさの影響ということで、えー、目的に対する影響ということが、えー、定義されています、えー。影響ですので、ここではですね、マイナス要因だけではなくて、えー、影響というのはそのプラスの要因もあるわけですね。 なので ISO31000 におけるリスクという言葉の定義の大きな特徴は、えー、簡単に言うとプラスの影響もマイナスの影響も、えー、両方ともあるそれが不確かであるというようなことをリスクというふうな言葉の定義として使っているということになりますので一般的に皆さんが考えているようなリスクイコールまあ損失マイナスの損失と いうような定義だけではないということですね。リスクマネジメント包括的に勉強していく上では、まず最初言葉の定義非常に大事ですので、ここをあのご理解いただければなというふうに思います。